どうもこんにちは。宣伝部長の幸チです。今日は投票に行こうということでお話をしていきたいというふうに思います。というわけで、長らく争ってきた兵庫県知事選挙なわけなんですけども、いよいよですね、明日投票日でありまして、もし投票権をお持ちの方は、ぜひね、まあ、今回は投票に行っていただければなというふうに思うわけなんですが、えー、と今回はですね、まあ、とりあえずこの選挙における最後の動画として、まあ、時系列整理みたいな話と、 それからこの騒動に対するちょっと本音っぽい話もしていきたいと思います。はい、でちょっと最初にやっぱ一番言いたいのはなんかこう斎、まあ、藤さんに対してのね、まあ、否定であるとか肯定とかいろいろあると思うんですけど。 何て言うんだろうな、まあ、政策とか、まあ、リーダーシップとかそういうことじゃなくて、まあ、そもそもですけども、百条委員会で結果が出ていない。で、第三者委員会は来年出ます。で、それから県の方で外部に委託した調査はもうすでに結果出ていて問題なしとなっています。で、それはみんなに知らされてません で百条委員会でやってたことといえば、まあ、どうも見てもリンチのようにしか思えないようなやり方でそこに呼んできた専門家が偏っているこういった非常に偏った情報で我々のところに情報が知らされた特に有権者に対してねこの状況でよく選挙に持ち込みやがったなこの野郎っていうのがやっぱり。 本当にあの国民というか県民を舐めたような話でありましてそれ言ってのみを取ってもとりあえずこの選挙を無効という意味の抗議においても、まあ、あの斉藤さんが戻るっていうのが、まあ、私としては自然なのかなみたいな風に思うところなんですよね、はいまあ、そ,それ以外にも言い出せばいろいろあると思うんですけれども、まあ、とりあえずもうこの選挙っていうのは本当おかしいよねと でもなんでこんなの成立しちゃったかっていうとまあいろんもう本当にねもう立花さん投入してからいろんな人が調べたりしてるからやっぱりう裏に透けてきたいわゆる既得権益層のジャブジャブ状態であるということで本当に団合に団合を重ねてるっていうのが背景として見えてきたわけですよね。その中で真面目に仕事をしようとしたら変えなきゃいけない。 だからそのジャブジャブできた背景にはまだね日本が豊かで右肩上がりの時はそれで良かったかもしんないけどそれで変わんなきゃいけない時に変われないまんまでもみんなで仲良くやろうよってやってたらそれは弱きところに影響がいくわけでしょでそれはもう本当にまあ高校生のお金が回ってないって話が非常に分かりやすくってそこは表にならんからでしょならないところにはお金が回らずっていうところなんでだから斉藤さんがいろいろ手をつけたところはなかなか票にならないところに お金を振りり分けてるって,いうのが見てててるっうの見かりますよねだからそういういことなんですよだから弱き者に手を差し伸べるまさにあの我々がその何て言うの行政としてやってほしい一番のことをやってるってことなんで、まあ、これってまあ本物の知事なんじゃないのかなって私は思うんですけどまあいろいろね評価いろいろあると思うんですけどまあでその人をですよ なんかもっと悪辣なねなんか私的に動いているだとか、まあ、本当に引きずり下ろさらなきゃいけないレベル感の知事だったらまだね、まあ、このような無理やりしていることについてもまあ民意を得られたのかもしれないけどないわけですよ。ないからあのように印象操作をして悪い悪いってやってでそのまんま引きずり下ろそうとしたわけで、まあ、その結果ちょっとどうなるかわかりませんけど本当に国民なめてある話で、まあ、これだけでも。 あの本当に元の状況に戻すっていうのがまあとりあえずは最善の一手としてやんなきゃいけなくって。でもし何か その斉藤さんの体制に対して、まあ、文句があるとか違い、意見がある場合においては4年後の投票においてあるいはそれ以外の市長選とか今後ありますよね、まあ、そこにおいて意思表明する機会はいっぱいありますからそっちでするべきで、まあ、とにかくこの選挙なんて本当に無効にするべきぐらい非常にひどいことが行われてるっていうのが、まあ、私が思う一番のところですかね。 まあ今回はちょっと時系列も見ていくのでちょっとねあ最後頭の整理みたいな感じでよかったら一緒に見ていきましょう。はいというわけでこれちょっと以前まとめたやつなんですが兵庫県の文書をめぐる騒動時系列ということで、えー、と私の場合はこれなんか評価は人によって違うので解文書っていう人もいればあの告発っていう人もいるのでややこしいので文書という形で表現してます。で まあ、とりあえず3月中旬ですね、今年、元県民局長 A さんが文書をメディア、えー、県会議員等へ配布ということですね。まあ、これ10か所ほど配ったらしいんですけども、なんかこれももう暴露されてますけども、まあ、かなり恣意的というか、マスメディアもその配った先の人たちが、まあ、結構、なんかこう、必要にやってる感じもするし、ねまあまあ、NHK とかね、よっ まあい,いやまあ、まあ、あんま言ってもしょうがないかなとか,とかあるいはえー、っと県会議員とかもねなんかいろいろ画策してそうな人とか厳しめな質問してる人とか、まあ、そっちに渡っててねだその文章をもらっておきながらまあまあその連中が偉そうにああわ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 ーやってるわけなんですけどねはいというわけでまあかなり恣意的な場所に配ってんなって印象ですねはいまあとにかくここで えとまあ、はっきり言って7つの疑惑ってありますけれどもその中でちゃんと証明されたものはいまだにないというところででまさにあの外部通報でも内部通報でも公益通報でも何でもいいんですけどそれに値するような中身ではないっていうのは、まあ、素人目にも明らかですよ本当にねひどい話でこんなものが成立するんだったらもうみんなできますよいろんな会社とかね。<laughs> あの あるいは不満に思ってしたっているじゃないですかいろんな組織にいたらねそしたらもうちょっともうじゃあ怪文書をまいたれって感じで噂話の話をバーッと書いてねででも内部にいるからちょっと本当っぽい話も入れてはいだからこれはない外部通報ですみたいな感じでね、はい、<laughs> あの印象操作できちゃうわけですよね。でそれが場合によってはあのマスメディアのまあこうなんて言うんでしょうねメリットと結びついてそのまま出ちゃったりとかねまああったりする可能性もあるわけで、まあ、いずれにしてもですねまあひどいと。 はい、でえー、っとそして3月20日に斎藤知事がその文書を把握したって感じで、まあ、これもねあれどこから手に入れたかっていうのは今んところまだ明らかになってないんだと思うんですけどはいで文書を把握した上でまあまあ調査したんでしょうねそしたら A さんだっていうことが分かったって感じでねはい。まあ、それすらもなんかもやっちゃダメみたいな意見まで言ってるわけですから。 みみたたいいななじゃあ放置すんのみたいなねだから今回本当にあれが広域通報にあたるって言ってたま人企業はもうどんな噂流されても絶対犯人探しもしないし対処もしないでどっかの第三者機関とかに任せてやってね本当に犯人探し絶対ダメなんでしょとひどどいと思うけどで えとそして3月25日にま事情聴取をして、で、ここでね、パソコンも取り上げるのがひどいとか言ってる人がいて、いや、いや、県のパソコンやがなみたいな、<laughs> そこに素敵な内容を含めて、あるいは業務上、ね、やっぱり取得しちゃいけない情報を取っていたりとか、まあまあ、はっきり言って、懲戒自由だらけだったわけですよね。もともとの文章を出したななだけでもアウトで。で、その調査の過程で、パソコンの中身見たらもっとアウトみたいな感じで、 お前前それはあかんやろってななるの当たり前じゃないですかね、はい、ででただやっぱりそのいわゆる退職が迫っていて、まあ、簡単に言うと退職金もらって逃げられそうになっていたので、まあ、一旦止めるんですね役職を解任した上で一旦退職を止めるんですよね。はい、でその上で斎藤知事が嘘そ800公民失格と発言と。自分のことを だけっっててよりはまあよよよそ様言うんですかね企業とか含めていろんな人に迷惑かけるようなものを書いていたからあるいは多分調査した出てきた内容を見たらまあそれを多分みんなが知ったらひどいんでしょ でここで公務員失格って言ってることについてはあの中身がねプライベート情報とか見たらみんなそう思うんでしょ <laughs> 多分ねだから出さないようにしてるのかなって思うって感じでこの嘘800は公務員失格って言ったのもダメだよねみたいなこと言われていてでもうそれって中のプライベート情報が出てきたら、まあ、公務員失格であるってのは間違いなくなると思うし、まあ、嘘800については評価いろいろあるけど斎、まあ、藤さんはご本人ですからねいろいろ言われたそれは嘘800だよねって。 あの <laughs> <laughs> まあでもこれもちゃんとあ確かにちょっと強めで言いましたって言うけどまあはっきり言ってやってることはむちゃくちゃなんだよまあやっぱりリーダーとしてちょっとまあ怒りを見せたってことなんでそれの何が悪いんじゃって話ですよね。まあ、とにかくこの辺りでもうとにかくいろんなことで上げやし取られるような形になっていくんですけどそんなに知事ととししててて間違っった対応してますかってことで,すよ、ね、でこの状況でやべってなって A さんは県の窓口に内部通報するって感じなんですけど。 正直ねもうこの時点において裏でいろいろつながってる人がいてこれはアドバイスっていうかまあ本人もこれ知ってるはずですね人事畑の人なんででこれを最初から使ってないんですよねで一応使ってない理由としてはもう知事にばれちゃうかもみたいな理由を使ってるんですけどはいでこの時にまあ県 内の人から来たやつの体制が整ってたかどうか。まあ重要な気がするんですけど、まあ現状を見るともう完全にその体制が整っている感じなんですよね。はいというわけで、まあいずれにしてもですね。そのやっぱり、うん、なんか、やっぱり普通に <laughs> こんなもんが公益通報になってた。まるかって思うのは、やっぱり本当に何かパワハラでもいいし、おねだりでもいいし、なんか違法なことをやってるとしたら、その証拠をゲットした上で。 まあ、その外部に持っていくんだって内部はちょっとやばいかもしれない。じゃあ外部持っていきましょう。じゃあどっかの媒体にちゃんと持ってってそこに証拠も提示してそこが記事化できるようなも,ってものを持ってってんだったらいいですよ。でもそんな噂話をもとに裏も取れてないのにそれは例えば新聞社とかだったら出せないわけじゃないですか裏も取れずにね。その適当な噂話で書けないと。それそのものが記事化されてないことそのものがもうすでにその いわゆるこう公益通報にあたらないっていうふうに見られてるんだと思うんですけどねだって証拠付きで持ってったらさすがにスクープだってなってどっか出すじゃないですかでも出してないしでも記事にしてもらおうと思うんだったら持ってく先、まあ、絞るじゃないですかとかまあ多分こうにしてる記者とかもいるからそこのつてでここだったら出せるっていうところに持ってくるでしょで普通の内部告発する人みんなそうじゃないですかだってそんなの漏れたらどうなるかわかんないってい不安のもとバレないように。 その告発さする先をマスメディアに出すんだったら絞ってその上でそこに話して託すじゃないですか。なのに10箇所に送るってさそ,のそれってその <laughs> やっぱ怪文書をばらまいてるってことなんじゃねえのって思うんですけどね。まだ送ってる先がまだえー、っとねマスメディアだけだったら分かりますけどはい。 はい、そして、えっとまあ、その後、県民局長を停、まあ、職3ヶ月の処分にしましたと。で、これは、まあまあ、えっとまあ、処分理由を見ると4つぐらいあって、まあ別に、ようやく斉藤さんもね、その理由についてちゃんと説明してて、まあ公表されてるもんですからね、それすらも、まああまりなかなか <laughs> 言ってこなかったんで、すごいっちゃすごいんですけど、あの、まあなんか斉藤さんの同級生が、なんだっけな、その、 えっと、斎藤さんのことを、なんか、高倉健みたいな、<laughs> どういう人ですかって、高倉健って、ああ、なるほどね、みたいな、<laughs> 日本男児やけみたいな感じで、言い訳しないみたいな感じなんですかね。ちょっと見た目から、ちょっと、ね、かた、あのな、高倉健っぽくはないんですけど、まあ、そういう感じで言われると、よくわかるという感じですかね。はい。まあ、とにかく、まあ、ちゃんと理由を提示して、処、え、分、ー、したわけですよね。これも、だから、まあ、 外に巻いた文章とそれから、まあ、その調査の中で出てきたで見たことによる調査の中で出てきたいわゆる公用 PC に起きる中身も見た結果合わせて、まあ、4, つで処分4つの理由で処分してるわけですよね。でなんかこれも公益通報してんるから それにあの公益通報で処分してるあ公益通報なのにもう勝手に処分してるからこれ全部取り消したみたいな意見を言ってる人もいてですねまあすっげえなと思って <laughs> まあいいんですけどそういうのがあったとしてもね。はい、でまあとにかくその <laughs> まあ公益通報は一旦置いといたとしてもその PC の中身はもう。 県の pc で、その中に、まあ、アウトなものが入ってたらそれだ、それ処分の理由になると思うんですけどね。はい、まあまあ、ということで、まあね、処分そのものが取り消しで、みたいなね。まあ、そんな感じで、百条委員会とかでもね、なんか、そんなような流れになっていて、すっげーなと思いましたけどね。はい、まあ、とにかく、その県民局長が悲劇の人みたいな感じになって。 てるんですよねまあそれは何でかっていうとこ,うこのあとになるんですけどまあ知事が第三者委員会設置決定するんですけどこれはえっ、ー、と県議の方から強い要請とかですから、ね、あとマスメディアの圧力もあると思うんですけどあのだから処分で終わっちゃうんですよね終わってんのに追及したいととにかく知事を追及したいってい人たちがこれをどんどん進めるんですよね第三者会委員会の設置それから百条委員会の設置って感じでね。で おそらくですけども、あのー、県民局長さん、いろいろ出てきた情報を見る限り停職3ヶ月の処分になっててこれを受け入れてるとするならばあるいもう、まあ、これで終わりじゃあみたいなで不服申し立てもできるらしいんですけど知ってない理由についてはいろいろあるかもしれませんが、まあ、ただしたら全部明らかになっちゃうからやりたくないってことでしょしてないっていうのはそういうことでしょ <laughs> <あの笑>だからプライベート情報のうちに明らかにしたくないって言って ね、強く言ってるのもやっぱりまあっていうか普通にしたくないですよねあの情報が出てくるっていうのは嫌だと思うんで、まあ、そう分かりますとだからここで3ヶ月受け入れて終わりじゃないですか終わりにしようとしてんのにまあこのとにかくやっぱこの第三者委員会をゴリゴリに押したっていうところがまあ決定的だったと私は思ってますけどもまあその後百条委員会でさらにとどめみたいな感じでそうすると全てが明らかになっちゃうからっていうところで、まあ、悩んでってことを のように私に私は見えますけどねでもこの辺をまるっと情報操作してですねなんか知事がパワハラで追い込んだからだみたいな印象操作されてるわけですよ。でこれ未だに言ってる人めっちゃいますからね。<laughs> x に行ったら見つかりますけど なんかね、もう本当ひどいなと思うんですよね。だから、でもそのような印象操作をしてきたっていうことについては、マスメディアとか謝んないですね。事実をベースをもとにそのように誘導するんですよ。とか、タイトルだけむちゃくちゃ書いておいて、でそのような印象操作するだけしてね、事実ベースをもとに印象操作して、で、中身見ると、まあ、実は両,両者の意見が書いてあるとか、まあ、とにかくあらゆる手を使ってですね、あの、まあ、とにかく悪い悪いと。で、悪いく、 やるためにはなかなかないからじゃあ百条委員会でいわゆるこう誘導尋問したりとかいろんなことしながら引き出そうとしてでだからあんなむちゃくちゃなものになったっていうことでしょうおそらくね、はい、だからそんな悪くない人を悪くしようとすると無理が出てきたっていうことなんですよねしかしでもそれが途中まですごくうまくいっていたっていうのはあるいは未だにそれを持ってる人がそれなりにいるっていうのは非常にやっぱり恐ろしいことだと思いますけどね はいでまあその後、百条委員会あまあ亡くなられた後ですね、まあちなみに亡くなられた後はですね、もう多分もうこの時にもうそのその裏っ側の人たちはもう決めたでしょうね、もうこれ全部斎藤さんのせいにしようということで、だから、まあとある組織が斎藤さんに辞職を求めるとか、ねむちゃくちゃやり始めたわけでしょ でいやだからそれでさ斉藤さん辞めるかって話ですよねとんでもない話で本当に追い詰めた連中がいるのになんで知事がね辞めなきゃいけないんですかっていう当たり前のことなんですけどねただ当時はそのような報道が全くなされずその後百条委員会が始まりリンチみたいな感じでこれはえっと自民党のね県議さんによると9月上旬には東京のキー局が乗り込んできて、ね、報道を兼ね熱って感じでそう。 はい、だからこの時点でやっぱり仕掛けられていたと見るのが正しいんだと思うんですよねだからこの辺でパワハラとかおねだりやっててでも全然出てこないねって感じで、まあ、でもそれでも印象操作して付箋を投げつけただろうとかってね応援説してる人いましたけど <laughs> 付箋1枚投げて何が悪いんじゃんみたいなもうすごいよねだってもう。 なんかこうね、斉藤さんはパワハラだろうとかいろいろおねだりだろうっていう人たちの方がむしろそんなでかい声でギャーギャはめいてたらさそっちの方がパワハラ気質あるじゃんみたいなねあの <laughs> 斉藤さん一応今んとこどこを切ってもパワハラ気質が見えないんですけどみたいなねそれは裏に行ったら違うかもしれないって説は成り立つけどそ,そ,それ以外の人はもう漏れ出てるがなみたいな感じでよく言えたなみたいな感じですよねはい。 で、そ、えー、そしてくあそですねで多分ここでうまく追い詰められなかったと、確か私もだからおねだりパワハラムーンって感じで、でも、なんかこのあたりで、なんか確か橋本徹さんが、そのまあやっぱり第三者割と最初の方に入れておいた方が良かったみたいなね、自分で判断してないでみたいな話がされていて、なんかそっちになんかどんどん誘導されてった記憶があるんですよね。まあそれは意図的であったかどうかわかりません。 が、まあ、実際だからおねだりパワハラ無理だからちょっと別路線で行こうってなってそれでおそらく公益通報で行けるってなったんだと思うんですよね。なので9月5日6日のこの百条委員会に合わせて上智、えー、大学の奥山さん、まあ、この人がとにかくむちゃくちゃ行って、まあ、ちょっと公益通報違反だと。でそれのなんか後押しみたいな感じで,、えーとですね、山口弁護士も来られたって感じなんですけど。 この方は消費者庁のね、まあ、委員とかもされていて弁護士でこっちは専門家なわけですがまあとにかく <laughs> だから専門家って言って出てきて資格もない方が、まあ、ある種もともと朝日新聞の記者がある種の印象操作っていうかの役割をして、まあ、公益通報にあたるっていうことを言ってるんですよね。でそして山口先生は一応法的解釈をもとに言ってんだけどその解釈って無理筋じゃないですかみたいなそのなんて言うんでしょうね まあ、いわゆる補足的な内容をもとに無理くり公益通報に当たるみたいな言い方をしてでらに報道ベースでしかよく分かってないっていうことを言いながらなんだけど公益通報に当たるんじゃないかっていうことを言ってるとあの <laughs> で、まあ、私個人はね個人はちょっと専門家だけどむちゃくちゃ言ってるなっていう気がしていてただ、まあ、まあ一応それそれでも一応専門家なんで両論あるっていうことに一応なってるんですかねで福永弁護士とか あの橘さん周りの専門家の方々は「いやいやそ攻撃通報に当たらないですよ」と「で、多分怪文書とかもしっかり見た上で言ってる」と「文書ですね」はい。でおそらくですけどこれの仕込みがあってでこれでいけるってなってまあいわゆるねこうマスみたいな過熱報道であいつ悪い悪いと追い込んでって不信任可決まで一気にいくわけですよねはい。だから、 まあこれはねちょっとわからないですけど普通に仕込んで持ってったみたいな感じにも見えるってとこですよね。まあとにかく確かに連日ブワーってやっててでだからみんな悪い知事だっていうふうに思ってったわけでしょ最初はおねだりパハラで一生懸命やってたのに それが出てこないから話ずらされてこっちに行っちゃったって話だというふうに見えるんですけど、まあ、結果失職してでそうなったら急に極端に報道がなくなっちゃったってことですよね。でここまでいけばもうあの組織票はもう剥がしてあって別の候補を立てるってことで、まあ、それはあの、まあ、そっちで勝てるって踏んでたわけでしょ。でさらに まあえー、と自民党側のメリットとしては左の人たちを組んでも維新をちょっと追い出せるというか維新の影響力なくせるっていうのがメリットで多分そっちで一致団結してガッと進もうとしたんだけどまあまさかの斎藤知事大人気というところになってると、はい、まあそんな感じでね本当に歴史に <laughs> 前に見る選挙というか本当に民主主義をマスメディアから取り戻す戦いというかもうちょっとまだフェアに報道してくれ でればいいんですけど、も、ま、う、あ、本当に最後の最後まであのバレてんのに印象操作はやめなかったことに今彼らの悪意性をめちゃくちゃ感じるって感じで、もうだから変わる気ないっていことでしょ。だからここでちゃんとぶっ倒して置かないと他でも同じことやりあがるからあのここでひっくり返して多くの人がやっぱりちゃんとそれぞれの、うん、なんていうんだろうな広報をしっかり見てあの民意を得た知事本物の知事を とか議員を生み出していくっていう流れをねやっぱり作り出したいなというふうに思います公約をねまあ、やるやる言いながら全くやらない緑の人みたいな人をですねまあちこちで出してはならないというふうに私は思っております以上ですご視聴ありがとうございましたチャンネル登録もよろしくね